録を打ち立てました山本雅投手です。39歳25日、最年少の出場が最年長勝利になりました。まず今のご気分を聞かせてください。いや、本当に皆さんに感謝します。はい、まず一番感謝を伝えたいのはどなたですか。いや、もうこういう時にファームでもね、しっかりスタッフの方も送り出してくれましたし、家族の方もね、しっかりバックアップをしてやってくれましたんで、本当に感謝します。はい、今日のゲームですけれども、1回にいきなりワンアウト3塁というピンチがありましたね。そうですね、とにかく試合を、ね、壊さないようにということを、頭に置いて投げてましたので、あそこはもう1点取られてもしっかり後続立ってくるというふうに思ったんですけども、いい方に結果が出てましたので、先発ピッチャーが何度やっても難しいという立ち上がりですが、やはり山本さん、今日の立ち上がりはひときわ人間が違ったんじゃないですか。そうですね、本当にでも、何回もね、投げてるマウンドなんで、冷静に頑張れるように、行きました。はい、そして相手投手もいい立ち上がりでしたが、味方が先制点を取ってくれましたね。そうですね、藤井がね、いいところで打ってくれて、あれで、もう一回力をいただきました。はい、では、その藤井選手にちょっとお話を伺います。試合前から去年、山本さんのことは選手みんな知ってたので、もうとにかく山本さん投げられてるので、なんとしても点を取りたかったので、まあ、必死でした。点が入ったときはどんな気持ちでしたか。やっと3イニングを抑えられて、初めてのチャンスだったので、ここなんとかって思ってたので、まあ、僕も本当、今日ここで。ここだけでいいと思って打席に立ったので、ほっとしました。大きな仕事になりましたね。そうですね、この山本さんの素晴らしい日を一緒に立てれてるのは光栄です。さらに中押し点とダメ押し点が入っていました。あの時のベンチの雰囲気ってのはどんな風だったんですか。もう勝ちにみんなすごく貪欲になっているので、1点でも多くという気持ちで、で点差が開けば開くほど山本さんの顔をみんな浮かんでたと思うので、いい空気で今日試合やると思います。藤井さんも8月の末同点ホームランの活躍がありました。もうラストスパートに向けて大活躍してくださいね。もうシーズン残り少ないですけど、こうやって応援にたくさんの方が来ていただけるので、皆さんが満足して帰られるような試合ができるように、とにかく一生懸命頑張ります。はい、ありがとうございました。そして、すみません、山本さん、もう一度お話しください。今シーズン、一勝すれば最年長記録更新ということはよく分かっていたと思いますが、ここまで勝るとは思わなかったんじゃないですか。ね、苦労しましたけど、こうやってね、こういう場に立てて、本当に幸せな野球選手だなと思います。どうでしょう、31年間49歳25日、この記録は破られないんじゃないかと思うんですが。いや、どうですかね、それは分かりませんけど、まだまだ体は終わりじゃないので、また頑張りたいと思います。そうですね、でもしつこい性格なんで、希望を持って、しっかり調整はしてきたんで、チャンスをもらえたら頑張ろうと思ったのは、本当に今日こういう風にできすぎぐらいでね、本当に嬉しいです。あんたの病気しますか。
どうして49歳とか現役でできるんでしょう。できるんでしょう。しつこいからじゃないですか。